魂を売り渡すかのように、金になることなら何でもやった。問うべきは手段ではない。その男にとって目的こそが全て。切実な現実、彼には金が必要だった。傾き続けていく天秤、その左皿が沈み切る前に、力ずくでも浮き上がらせるだけの金が右皿には必要だった。そしてその夜も天秤は仮面を踊った。娘の